ブルノ、チェスカートルジェボバー線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は260。この区間は現在、ドイツ・チェコと、オーストリア・スロバキア・ハンガリーを結ぶ、国際幹線としての役割を担って、半ヨーロッパ回路を6号路線の一部である。オーストリア北部国有鉄道の路線も1843年、イタリアの建設会社タラチノ社がこの路線の建設に、 着手した。しかし、過度な予算節減措置のため、労働者の処遇が悪化されて、チフスアメーバショーなどの感染症が頻発した。1849年1月1日に、ブルノ・チェスカートルジェボバー館がオーストリア北部国有鉄道により開業した。1869年、ブルノ・ビシュコフ間が皇帝フェルディナント北部鉄道の路線として開業した。 また2019年まで、グルノビシコフ間の路線番号は300であった。なお010線側での工事のため、2021年4月より、超特急列車の運行ルートが変更され、国内の特急列車中心の運行となっている。区間ごとに、下記3系統に分かれている。以下では、チェコ国鉄260号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを、 一覧表で示す。300号線直通列車はすべてビシコフ、またはローシーノフブルの本駅間ノンストップ。ありがとうございます。